おはようございます。眠いよ。ああ、昨日は昼から出発してぐるりぐるりと迷い迷い、結局5時間かけて登り別に到着し、クタクタのまんま微妙な夕食を食べして、風呂のはしごをし、なぜか無料のはしご風呂をさせてもらって、で飲み会して、あと起きて風呂入ったって感じですね。あと、まあこれから朝食で最後気合い入れていきたいと思いますので、本編はまた清水さん編集ということで、投稿ないみたいです。チャンネル登録よろしくお願いします。